ハイタ隊長、一大事です。敵か。よし、すぐに向かおう。おお、乗り気で助かるぜ。なんだか様子がおかしいな。魔物が現れたんじゃないのか。いやいやいや、魔物よりももっともっとずっと手強い敵ですよ。難攻不落の要塞、鉄壁の牙城だからこそこの胸は熱くたぎるってもんですよ。なんだか嬉しそうに見えるのは俺の見間違いだろうか。強敵とまみえて嬉しいんです。いやー、ここの山にさ、コンコンと湧き出るあったかいお湯がね、温泉でも湧いているのか。そう、そうなんだよ隊長。しかもかなり立派な風呂になってるんだよ。天然の露天風呂だぜ。天然の露天風呂。ああ、つまり湯浴みに行きたいと、そういうことか。惜しい、実に惜しい。実はさっき女性陣が入浴に行ったところなんだよ。ああ、じゃあその後に入ればいいだろう。ああ、俺たちが入るな、それで問題ない。けど、今しかできないことがあるでしょ。さ、俺たちは今、何をすればいいですか。何をするって…ああ、テトラのために温泉卵を作っておかないとな。そうだな、それは大量に作っておこう。暴れられても困るし。違うな！ジー君のバカ！一向に話が進まないじゃないか！もしかしてわざとやってない？天然の露天風呂、女性陣が入浴中、この完璧なシチュエーションを前に、できることっつったらたった一つでしょ？なんだ、お前が俺を隊長なんて呼ぶから、真面目な話かと思ったぞ。そこで気分盛り下げんなよ。こっから燃えなきゃダメでしょ。先ほどから何を力説しているんですか。お、ちょうどいいところに来たな。なあなあ、カルビナさんよ、妹君もだいぶ馴染んできたんだし、俺たちの信仰も深めません。なんだか嫌な予感が。おやおや、面白いことをおっしゃるね。俺たちが進もうとしている道の先には素敵なことしか待ってないってのに。それはともかく、さてジーカイト君、俺たちの新たな友情を育むか否かは君の決断次第なんだけど。ほどほどにしておけよと言いたいところだが、俺も同行させてもらう。あらあらあら、どういう風の吹き回し。いざという時に誰がお前を止めるんだ。お前を野放しにするとろくなことがない。いいか、俺たちは見張りに行くんだ。彼女たちが無事入浴できるようにな。それだけだ。そんなこと言っちゃってんかな。かなおっと、お兄ちゃんもまっちゃん来るよな。そうですね、ここであなたの行動を見過ごしては兄失格のような気がしますから。よっしゃ、そうと決まれば即実行、即行動、行きましょう。気持ちいい。こんなところに温泉があるなんて、癒されるよね。みんなでお風呂楽しいね。でもみんなと入るって不思議というか、ちょっと恥ずかしいよね。私はみんなで入るのが当たり前ですけれど。すっごくウィーヒー、まさに宝、これぞ珠玉のお宝。おい、何ですか。立派な見張りじゃないですか。男の子の知的好奇心ですよ。目を向ける先が違う。しっ、あん
な大声出すなよ。ここで見つかったらどうなるか。特に妹君はどう思うかな。キャン、お兄ちゃん最低ぐらいで済むといいな。卑怯な。俺はお前の気功を止めるためについてきたんだ。もう十分だろ。さあ戻るぞ。ダメだ。俺たちは立派な共犯だ。幾度の視線をくぐり抜けてきた仲じゃないか。今更そんな安全に浸り切った態度、この俺が許しませんよ。さあこの極限のスリルも分け合おうじゃない。断る。お断りします。ちょっとちょっとちょっと、お二人さん、あんまり悲しいこと言わないでよ。心の潤い不足してるんじゃないの。さあ心に安らぎを、美しいものを、今だけだぞこんなの。ほらほら、たっぷりとご覧なさいって。うはー、まさに極楽天国パラダイス。やはりユウ君の目に狂いはなかったのです。これでもっと近くに行けて、湯気がなければな。兄ちゃんってば、純真無垢な笑顔の下にそんなお宝を隠していたなんて。リンダがどれほど成長したのか。こりゃまた立派に育ちやがった。こちくしょう、俺は嬉しいぞ。こちくしょう。リューティーちゃんはあと 2,3 年寝かせてって感じかな。アリス王女様は育ちが違うっていうか、隠しきれない気品を感じるな。テトラもまだちょっと、5年後のお楽しみってとこかな。そこんとこ来るとさや姉さんなんか、今が食べ頃見頃旬真っ盛りって感じだね。あん、もうメロド食う。うわ行きましょう。ああ、だがいいのか。ええ、急ぎましょう。うわあ、さやね、おっきいね、おっきいね。くすぐったいですわ。それに、うわ、あなたも大きいですよ。目に毒っていうか、刺激が強いっていうか。でも羨ましいですね。やっぱり大きい方がいいんでしょうか。いやー、それは好き好きだと。でも大は小を兼ねるとも言っちゃうよね。もうやめなさいよ。みんないるんだからもっと静かに。あら、お姫さんも一緒にやります。私は何も言ってな。私とお姫さんの中じゃありませんか。そのような遠慮無用の長物ですわ。さあお姫さんも仲間に入れてあげましょう。みんなも一緒に遊ぶ。いいわよ。私は釣れないことを言わないでくださいまし。それ、ちょっといきなり何するの。へい、もうニーベルに変なこと教えないで。もうあんまり暴れないでね。あれ、あー、ユージェンだ。何してるの。なんですって。しまった。入らないの。いや、まいったな。熱烈なご歓迎で。いや、してないよ。何都合よく解釈してんの。ガリオス、お願い。承知した。いや、俺たちは見張りをしていたんですよ。その証拠に隊長とお兄ちゃんも。で、あら、いつの間に。ちょうど良い、試してみたい技があったのだ。
お主、協力してくれるな。そいつは熱心なことで、でも俺頑丈じゃないから、あんまりお役に立てないと思うな。よいセット。なんだよ、男に抱かれても嬉しくもなんともないっての。同感だ。わしも男なんぞ抱いてもつまらぬ。不愉快極まりない。故に投げ捨てる。いやー、ダメー、お助けよー。